パリ五輪リの自転車トラックレース日本代表のユニフォームが話題を呼んでいる。背中に大きく赤丸が描かれており、まさに背中に日の丸を背負うデザイン。シンプルだけど個性あるし、何より探しやすくて良いねと注目を集めている。文字通り日の丸を背負った、白地のユニフォームの背中には大きな赤丸。遠くから見てもすぐに日本代表だと識別できるデザインだ。 中継では前傾姿勢で自転車を漕ぐ姿が上から捉えられるため、余計に目立って見える。X 上でも話題となり、視聴者からは様々な声が上がった。ここ数年の自転車ナショナルチームの背中日の丸デザインはシンプルだけど個性あるし、何より探しやすくて良いね。日本選手のウェア。まさに背中に日の丸を背負うデザイン。このウェアかっこいいな。 自転車以外の他の競技でもこれと同じように、背中に日の丸のウェアで戦ってほしいと思った。背中の日の丸かっこいいね、肩と腕に桜色の矢がすり、ヘルメットにも桜が舞ってる背中には日の丸。自転車チームパシュート、文字通り日の丸を背負ってのアナウンスによく見たら、本当にユニフォームの背中にでっかい日の丸が描かれたデザインだった。